はい、どうも、クイズの編集長の伊沢です。ライターの川上です。ライターのコーチャーです。ライターの山本です。ナイスガラスレイです。本日は何をするんだ。俺たちを W の形に並べて何をさせるんだろう。本日の客はおー、はいはいはい、ネプリーグミリオネア。おお。組み合わさネプリーグだったらおおってなるけど、ミリオネアってなっちゃう。ネプリーグのファイブリーグ風クイズです。ファイブリーグ。答えが5文字のクイズが出題されるので、1人1文字ずつ答えてください。 Yeah。 そしてミリオネアのようにライフラインがあります。1つ目がランダムオープン。お、これは5文字のうちどこか1個が開けられる、正解が発表されます。 Yeah。 どこになるかはランダムです。使ってみてのお楽しみ。2つ目がチェンジ。これはこの問題はやめようと思ったら問題を変えられる。チェンジパスみたいな。そうですね。そして3つ目ジェスチャー。はい、これは5人の中の誰か1人が代表者となって他の4人にジェスチャーを見せてヒントをすることができる。この3つのライフラインを駆使していただきまして、問題全部で10問ありますので10問連続正解を目指して頑張ってください。はい、10問いったら何かもらえないんですか。もらえないです。もらえないか。、ね、悲しい。名誉しかもらえない。名誉がもらえます。チェンジ。企画チェンジはないわ。レッツゴー。第1問、問題。フジテレビで月曜19時からレギュラー放送されているクイズ番組は何？はい、はい、よろしいでしょうか。はい、それでは行きましょう。オープン。ネプリーグ。正解。よし。あー怖っ。あー怖い。5人怖いよ。え、僕昼間にやってるイメージなんですけど。どうも昼とかにやってる。それが再放送。再放送。第2問、問題。意見しても意味がないということわざ、何に念仏？はい、それではいきましょう。回答オープン。ドルルルン。馬の耳、正解。イエーイ。よかった。第3問、問題。横縞の洋服はボーダーと言いますが、縦縞の洋服は何という？はい、はい、締まらないね。締まないからね。回答オープン。ストライプ、正解。第4問、問題。パソコンでキーボードを見ずに打つこと、タッチホニャララ。見ないで打つことなんとかタッチっていうんじゃない？そうですね、ホニャララタッチもあるんですけど、そのホニャララではない。ホニャララの文があんまりちょっと よろしくないっていうことで。でもね、これランダムオープンでは無理だと思います。ランダムオープン無理だね。いや、チェンジした方がいい。ジェスチャーも多分無理だと思います。ジェスチャーだって、ジェスチャーだってこれの、これのことになるじゃないですか。うん、出てこなさそうですか。いや、わかんないです。いや、じゃあチェンジしよう。チェンジした方がいい。はい、はい、チェンジ。では、チェンジが発動されたのでこの問題は飛ばされます。ちなみに正解はタッチタイピング。いや、これはちょっと意地悪ですね。あの、川上さんの解説通りで、まあ、ブラインドタッチは和製英語なんですけど、まあ、ブラインドっていう言葉はあんまり良くないんじゃないかということで、最近はタッチタイピングという言葉を使いましょうというふうに動いている。ポリシカルコレクトです。続いての問題はこちら。問題。嘘やん。チェンジ。チェンジ。これこれ、あ、これか、なるほどね。これはだってさ、わかるけど、いや、せいさんは変わります。むずいと思うんですけど、なんか中心部がそれじゃないと思いますね。なんか違いそうな、なんか違いそうなことを言った気がする。今須貝さんが一番最後の文字ってことを考えて、その文字だけを伝えるっていう方法はある。あ、なるほど。5文字で違う何かのジェスチャーをして最後がルだったら、うん。ああ、だからこれ別に5文字じゃなくて、これさ、5文字じゃなくてもなんかのジェスチャーをして、うん。さ、5文字じゃなくてもさ、なんかのジェスチャーをして、ちょっと今なんかすごい事件が起きてる。すいませんでした。それでは行きましょう。回答オープン。ドゥルルル。スプロール現象、正解。やったー。よかった。邪魔は乗り切ったー。さすがですよ。さすがすげーさん。スプロール現象聞いたことあるからな。これ飛びるかな。このゲーム一生があるから。次から禁止です。
続いての問題に参りましょう。問題、ロコ・ソラーレが日本代表であるスポーツは。これなんか最近聞いた、奇遇だな。俺も最近聞いたぞ。この問題はね、スキップはできないけどね。それはね、多分無理だと思う。それではいきましょう。回答オープン。カーリング、正解。よかった、よし、よかった。いや、スキップ、スキップしない。スキップはカーリング知ってても厳しいと思うんですけど。確かに。これで今、5問正解しました。おー、折り返し、まだ半分だ。はい、続いての問題いきましょう。問題、この値は、ちょっと待ってよ。やばいな、どうするんだっけ。フリーグね、計算問題が出るの。このレベルは出ない。ツッコミが早かったね。3桁、ルート2桁。僕が一番難しいとこ聞いちゃった。定積分のやり方を忘れた。不定積分のやり方、不定積分はできると思うんだけど、すぐ落としてくるのやばい。ことはもう一回計算入れました。あれをあれにしてた。それではいきましょう。回答オープン。ドルルルル、180ルート10。正解、正解、正解。すごい、これはちゃんと正解できない。偉い。それでは続いての問題まいります。問題、都会風を英語でアーバンと言いますが、田舎風を英語で何と言うでしょう。やべ、あれあれ、なんだっけこれ。よかじゃこれはオープンしてます。ジェスチャーしようもないから来い。ランダムオープン。はい、それではランダムオープンによって開ける文字は一文字目。お、開けます。一文字目開いてくれたらいけるかな。一文字目は R。 うん、そうだよね。ランダムオープン、2文字目。そういう制度ないし。今、いやでも、あったあった、あったわ。いや、僕だってまだ5択で悩んでる。21択ぐらい。ジェスチャー使いますこれ。なんか、OK、わかんない2人に向けて5文字分体で表現するから。 OK、やろうか。じゃあ、ジェスチャー使いますか。ジェスチャー、いきます。よーい、スタート。あった。そんな単語あった。最初なんか小文字だった。小文字ですよね、これ。なんか変わりませんでした。終了。よし、じゃあ行くか。やってよかった。やってよかった。それでは行きましょう。回答オープン。ドルルルル、ルーラル、正解。よっしゃ、無理やりすぎる。ルーラルね。続いての問題いきます。問題、辻のぞみとかご愛が 12.8 メートルのものを30秒間成功させてギネス記録となったものは何。やっぱ、やっぱ何も分からへん。まあ逆に言えば、この人たちができそうなものだよね、うん。でやりそうなものだよね、テレビとかで、うん。はい、じゃあそろそろよろしいでしょうか。ちょっと待ってください、僕何もイメージがついてないから。、はい、もう無限択なんですよ。うわ、普通のこれは30秒でいきそう。俺もそんな気がする。あ、それではいきましょう。回答オープン。ドゥルルル、アフトプ、残念。うわ、僕と山本君一緒だよ。はい、お二人正解です。あ、フラフープか。フラフープ、はい、正解、フラフープでした。俺、オーナワトービーだ。オーだけ漢字。フラフープ、直径、円周ですね。円周、はい、なんか思ってたメートルが違う。だけど俺、割と30秒重要ですね。まあまあそうですね。まあ、なるほど、ね、30秒できたら OK という風になってるルールってことですね。なるほどね。ということで7問正解で、ゲームオーバーとなりました。はい、ということでネプリグミリオネア今回は8問目入った、はい、ということになりました。いつかね、本当に賞金を用意させてやるまでが。チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネルの登録もよろしくお願いします。それではさようなら。ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。そして今日の一問はこちら。
問題が解けたという方、答えが気になるという方は概要欄のリンクから記事も見てみてください。ということで今回の動画はここまで。さようなら。ありがとうございました。